皆さんこんにちは。議員会館を見てみると今日は電気がほとんどついてないですね。まあ国会も終わったことだし、議員の方々も地元に帰りたいんでしょうね。まあ、こんな遅くまで仕事してるのもどうかと思いますが、まあそれよりももう皆さん地元に帰って、で今頃一生懸命仕事してらっしゃると。何の仕事かというと地元の有権者の方々と懇親会とかですね、まあいわゆる自分の票を確保しようというお仕事に勤しんでるわけですね。国政の議員じゃないですか。国の全体のことを考えてるわけじゃないんですか皆さん、と今ここにいない方々に言ってもしょうがないんですがね。というわけで議員が宿舎にいない、議員会館にいないんであれば、皆さんとちょっといろいろ集団的自衛権について考えてみたいというふうに思います。私が思うに、今議論になっている集団的自衛権の話と日米安全保障条約の話は切っても切れないと思います。なぜか、皆さんもテレビ等々でご存知の通り、要は集団的という、集団とはどことどこかと、日米安全保障条約のもとにおいてはもちろん同盟国日本とアメリカの集団ということですね。要は日米安全保障条約が前提とあって、集団的自衛権行使容認等々の議論が今されているわけです。ですから今この時期改めて日米安全保障条約のことも考えなきゃいけないんじゃないですか。さてここにいらっしゃる皆さんはもう当然ご存知だと思いますが、日米安保、国内に先ほどの方も言ってらっしゃいました、アメリカの基地が100以上ある。特に問題になっているのは沖縄の基地の問題であるわけです。憲法の解釈で言えば日本は戦力を保持できない、武力を行使できない、交戦権はない。これがゆえに戦争する能力がありませんと、遂行する能力がない、戦争不能論ってやつですね。これが今までの従来の日本の憲法解釈だったわけです。だから戦場には行けません。戦場に行ったらすなわち参戦、宣戦布告しようがしなかろうが敵国からすれば参戦とみなされてしまうわけですから、この瞬間に憲法違反となるわけです。でこの議論の中で一時アメリカの米軍は国内の戦力じゃないのかという話もあったわけです。ところが今の政府の解釈では日本にいる米軍は日本の保持する戦力ではないと、こういう解釈ですね。要するにアメリカ産の武力だと。これが日本の国内に点在しているわけです。武力、戦力と言ってますが皆さんよくお分かりですよね。銃は持ち、ミサイルは持ち、人殺しの道具を持っている暴力そのものが戦力であり武力であるわけです。それが日本のものじゃない暴力そのもののものが日本国内に沖縄をはじめ存在しているわけです。要するに日本は暴力というそういうものにおいてはアメリカに合口を突きつけられた状態で日々過ごしているわけです。
日本はアメリカさんの言うことになかなか逆らえません。今アメリカはアフガン・イラクの戦争で戦費払えません。国内から何かどこかで戦争があったらもうお金は出せない、血も流せない、とこういうふうに非難合法なわけです。ですからアメリカの意向としては自分たちが出ないまでも同盟国にお金も出さず戦力も出さず、まあこれをオフショアバランスと言いますけれども、この流れの中で今日本になんとか集団的自衛権を行使、国内で認めさせろと、これがアメリカさんの言っていることです。日米安全保障という名のもとに日本の人々に合口を突きつけて、お前らも血を流せと言っているのが今の状況なわけです。ですから政治家たちは腰砕け、反対できません。であれば誰がこの状況に抗わなきゃいけないんですか、はい、我々です。もう政治家に任せておける状況ではないんです。日本憲法の掲げる平和主義はただ単なる平和主義ではありません。安倍が言うような武力的介入も認める積極的平和主義と言われているもの、そのようなものではないんです。日本憲法が高々と挙げている平和主義とは絶対平和主義なんです。武力を持たない、武力を行使しない、抗戦権もない、これは日本の平和主義、あらゆる暴力を否定して平和に行きましょうと、これが日本の平和主義なんです。それを担保できるのはもうすでに政治家たちではなくなっています。憲法を担保するのは国民でしかないんです。我々民衆が憲法の後押しをして、憲法の後ろ盾となって、憲法の実行力となるしかないんです。今まさにそんな局面じゃないですか皆さん。これが今起こっていることです。ですから立憲主義の問題もありますが、我々が真に守らなきゃいけないのはこの憲法が訴えている平和主義です。そうだ、戦争をしない、暴力を否定する、暴力なんて嫌だ、戦争なんて嫌だ、ここから平和主義が始まるんです。話し合いです、外交です。国を超えた人々の連帯中隊です。そういうことが本当の意味での自衛権じゃないでしょうか。貧相による自衛、それが本当の意味での世の中の矛盾を解消し、安全保障のジレンマを乗り越え、この世界に平和をもたらす唯一の方法じゃないでしょうか。我々は両手を挙げて戦意
ないこと、暴力で物事を解決しないこと、こういったシグナルを発しなければなりません。それがこの国の憲法なんです。そしてこの崇高な平和主義、この憲法を後押しできるのは韓国の人たちでも中国の人たちでもアメリカの国民でもなく、唯一、世界で唯一、日本の国民だけなんです。日本人であるならば、この憲法の平和主義を守らなきゃいけません。以上です。頑張りましょう。